海上自衛隊、大型イージスシステム搭載艦建造計画だったが、岸田政権での見直しにより、令和の戦艦大和は実現せず、現行のイージス艦と同じ大きさに落ち着くことに決まった。トマホークの導入は継続。アメリカも、トマホークの売却に前向きのようです。今回は、この小型化されたトマホーク搭載可能艦について見ていきましょう。もし、長距離の攻撃する能力を保有していなければ、ウクライナのように一方的に攻撃され続けるだけでしょうか。想像するだけで怖くなりますね。それに、現行のイージス艦へも改修し、トマホーク発射です。2023年度の防衛予算の概算要求に際して、2020年6月に、当時の防衛省が、イージス・アショアの導入計画の停止を発表し、すでに、イージス・アショア用に購入されていた、レーダーシステムやミサイルを打ち出す、垂直発射装置をそのまま転用して、船に搭載し、海上で、常時、弾道ミサイルの発射に対応する装備として、イージスシステム搭載艦と呼ばれる新型艦艇を2隻建造する案を、2023年度の概算要求の主要事項である、統合ミサイル防空能力の一環として織り込んで、今後の防衛力の整備として注目されましたね。北朝鮮による弾道ミサイルの乱発により、日本の弾道ミサイル防衛が急務となり、大きな期待をされましたが、令和の戦艦大和と揶揄される声が上がるほど、規模の大型化が予想され、巨額の費用を要して建造されることから、否定的な意見も聞かれました。当初は、現在の出雲、片護衛艦と同じくらいの大型イージス艦になるとも報じられていました。ここまで、イージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように、陸上用のイージス・アショアから、レーダー等の設備をそのまま転用することが、主な要因でした。しかし、船体規模としての使用は、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0m、全幅が 40.0m の大きさで、およそ18ノットで、現行のイージス艦程度の、現実的な大きさになるのではないかと考えられます。現在、海上自衛隊では、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとした、混合型を4隻建造し、それに続き、アタゴ型を2隻、そして、前述のマヤ型を2隻と、イージス護衛艦を建造し、2021年3月までに、順次就役しており、これにより、8隻のイージス艦体制が整っていますが、このままで進めば、現行の大きさのイージス艦が、さらに2隻建造されるということになりますね。弾道ミサイル防衛、BMD 用の SM-3 のみにとまらず、航空機や巡航ミサイル防御が可能な、スタンダードミサイル SM-6、対艦能力として、敵の射程圏外から、攻撃できるスタンドオフミサイルとしての12式地対艦誘導弾の射程が延伸化された、改良型も搭載されるようです。12式地対艦誘導弾の射程が延伸化された改良型の第一段階である地上発射型が導入されるのが2026年の見通しであり、開発の前倒しも含め配備を急いでいますが、それまでの間を埋める兵器としてアメリカ軍のトマホーク巡航ミサイルの調達を進めるとの情報もあります。ウクライナ情勢を考えみてか、元々からの構想なのか、トマホーク巡航ミサイルを発射可能にする運用が盛り込まれていることは、とても大きいと言えるでしょう。防衛力の強化に向けて、スタンドオフ防衛能力の分野に、およそ5兆円が計上されており、政府は、敵のミサイル発射拠点を攻撃する能力を保有する手段として、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの購入を検討していますが、最新型のトマホークミサイルは、一発で、およそ2億円から、
3億円と高額であり、攻撃の目標は一つではないと考えれば、大きな買い物になるのは間違いない。アメリカの軍需企業の利益追求のために、日本へ高額で不要な兵器を売りつけているという被害者意識があるのも否めません。航空自衛隊の主力戦闘機である F-35 ライトニングアヤへの調達の際にも、迫害などと揶揄する声がありました。しかし、このアメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2を調達したことにより、中国海軍の海洋進出による脅威に対し、日本の防衛力を高め、抑止力の強化になり、中国との軍事的なバランスが取れているのではないでしょうか。トマホーク巡航ミサイルの導入については、当初、アメリカは前向きな姿勢を示していなかったが、北朝鮮の弾道ミサイル問題や、米中の台湾有事の危険性が生じており、中国の台頭などの情勢により、日本が反撃能力を保有することに、アメリカが理解を示しており、トマホークの導入は実現する可能性が高い。日本は、2004年の16大網の防衛力整備計画にて、初めて、トマホーク巡航ミサイルの取得を要求しており、日本に向けての中、長距離弾道ミサイルを保有する国対して、その発射が確認された際に、敵基地攻撃について、反撃を行う能力、または、侵略事態の未然防止のために、その兵装として、保有を検討していました。2013年の25大網での防衛力整備計画において、弾道ミサイル発射手段に対する対応能力の検討が盛り込まれたことにより、アメリカ政府に対し、トマホーク巡航ミサイルの調達を非公式に打診しましたが、この時も、アメリカ政府からは売却はしないとの方針が伝えられ、実現しませんでした。当時のオバマ政権において、日本が、トマホーク巡航ミサイルを保有すれば、中国や韓国が攻撃圏内に入り、それらの国からの反発への懸念などから売却しなかったようです。ここまでの経緯から見ても、前に述べたようなアメリカが利益追求のために日本へ高額で不要な兵器を売りつけているというような画策はなく、むしろ政治的な背景により、日本の要求に対し、売却に難色を示していたのが正しいと思われます。近年、中国軍の軍事力の増強が続いており、中国ではアメリより速いスピードで強襲揚陸艦を建造するなど、米軍は中国を抑止できるのか？との声も聞かれます。そのような中、2022年アメリカ政府は、日本へのトマホーク巡航ミサイルの売却に前向きな姿勢を見せており、アメリカも方針を転換する時が来たと考えたのか、日本の打撃力向上に期待を寄せているとのことです。北朝鮮においては、前のトランプ政権時代には、一時的にアメリカとの関係が改善されたようにも見えていましたが、現在ではロシアと北朝鮮という、両国の関係が緊密化しています。この両国は、ロシアのウクライナ侵攻の後に、経済や軍事面での関係を強化しており、北朝鮮は、ロシアよりの支援により、新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発を進めています。北朝鮮のミサイル攻撃能力は向上しており、自国の開発力の前進や技術力を見せつけるかのように、さらには、挑発的に、短時間で、多数の弾道ミサイルの乱発射を続けています。そして、ロシアについては、未だに、ウクライナへの侵攻を続けており、終わりの見えない状況にあります。日本の仮想敵国と言われている中国、ロシア波長距離巡航ミサイルをすでに保持しており、北朝鮮は、現在開発中であると言われています。
日本のミサイル防衛としての迎撃兵器の配備は、すでに限界に来ており、敵のミサイルを迎撃する能力が限界に来ている以上は、敵に攻撃をやめさせるために、日本も反撃できる能力を保有していることを示すことであり、相手よりも長距離のミサイル攻撃が可能な兵器を保有しなければなりません。こうしたことから考えても、敵基地に対する攻撃能力を念頭に置いて、トマホークのような長距離の装備を導入することは、非常に大きな意味があります。日本共産党は、機関紙である、新聞赤旗で度重なるミサイル発射など、北朝鮮や中国による軍事挑発は決して許されないが、これに対し、日本が敵基地攻撃能力を持てば、軍事緊張は一層激化するとし、いくら反撃のためだとしても、周辺国に先制攻撃を疑われ、軍拡競争に拍車をかけると警告しています。しかし、日本が専守防衛を基本として攻撃的な兵器を持たないとしていますが、中国、ロシア、北朝鮮は、その攻撃的な中、長距離の弾道ミサイルをすでに配備しています。未だに終わりが見えないロシア・ウクライナ戦争において、ウクライナは、最大射程距離およそ 80km のアメリカから、供与された高機動ロケット砲システムのハイマースは保有しているものの、長距離の巡航ミサイル等の兵器を装備しておらず、ウクライナは、ロシアに対して、長距離での反撃する能力がなく、電力施設等の民間インフラを攻撃され苦戦しています。一方で、ロシアは、弾道弾や巡航ミサイルなどの多様なミサイルを保有しており、一方的に攻撃を続けています。もし、ウクライナが長距離での反撃するための兵器を保有していたならば、ロシアは、このような攻撃を行ったでしょうか？こうしたウクライナ情勢をめぐって、対地攻撃能力を持つトマホーク巡航ミサイルのような兵器の保有論が急加速したとも考えられます。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、射程が 1500km まで超射程化され、理にかなっているが、完成はずっと先のこと。日本を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しており、軍事的な現実を考え、これまで自衛隊が保有してきた、いかなる装備より、圧倒的に、長距離の射程を有している、トマホーク巡航ミサイルのような、非常に高い精度のピンポイントで、攻撃ができ、各国の潜水艦に搭載され、実戦にも多く投入され、実績のある兵器の調達は、我が国を脅かす近隣諸国に対し、有効な抑止力になるでしょう。